信州東学市池森そば赤坂店オープン。今回は冷製シーフードそば作ります。さあ、冷製シーフードそばのスタメン紹介。はい、じゃーん。まずまあシーフードミックス、これはペスカトリ作った時にも使いました。粒の大きい、はい、粒の大きいシーフードミックスぜひ使ってください。これ冷凍のままで大丈夫です。このままはもう後で火かけちゃいます、そして使う出汁が、丸友、そして、白出汁で、まあ蕎麦屋なのにオリーブオイルがよくなくなるお店はい、今回のオリーブオイル、まあこれはあの、バジル、オレガノ、パセリと、この辺の、酵素類、酵素類、ね、そして、まあ、仕上げに使います、これ レモンと、なんと、とびっこ、想像つかないでしょ、ね、そして、まあ、ニンニクと鷹の爪、そば屋なのにオリーブオイルとニンニク、鷹の爪がよく出るっていう。そして乾麺は爽やかさらしな、これを使って早速調理していきたいと思います。まずは4人前作りますね。はい、もうなんか最近デフォルトです。オリーブオイル、まずはまあフライパンに2つ。普通さ、大体1人前だよね、これ動画見てても。いろんな、リュウジさんは1人前です、食のなんかさ、2でやってらっしゃる方も、その調理の2倍って言うんですよ。フライパンの中にハンバーグ1個だけじゃやっぱり絵にならない。そうだね、そうだね、まあ、2人前か、うん、まあ、1人前か、4はなかなかないよ、なかなかない、うん、乾麺しかも4はもうギリギリだから、はい、ギリ、はい、でここにまあ、ニンニク刻んだやつを入れます。まあ2個というか、何、2かけらっていうのがね、2かけ、はい、2かけの刻みニンニクを入れます。そして鷹の爪を2本。オリーブオイル、鷹の爪、ニンニク、もう、ね、調べようと思ったんですけど、ペペロン、うん、出てこなかった。何が期限、誰がやってるか調べて。おおおおお、このセットね、はい、このペアリングやべえやつだよ、マジで。この前これの、あの、これをペスカって、いや、ごま油でやったじゃん。あれなんだっけ？台湾そば。あ、台湾そば。あ、あのひき肉を作るときに、はい。そうだそうだそうだ。だごま油とニンニクと鷹の爪になっちゃうとさ、全然違うからね。オリーブもう、ね、お、これすごくない？オリーブオイルとごまの油がさ、こんなに個性違うっていうさ。そうですね。あれすごいよ。言ってみれば、どっちも植物性の油です。そうだよね。ごまはやっぱりなんだろうな。なんでか中国の、あっちのアジアンのさ、はい、雰囲気になっちゃうじゃん。さあ、ここで。弱火。また、この作業がね。なんか、これ、ほら、はまるんだよ、ゲンさん。はまった。いや、なんかね、俺映像、後で映像見てたらね、あれ？なんか、はまってんなと思って。そうだよ、確かこのフライパンと、多分あれかな、俺その台湾そばの時の YouTube 見て、あれ、なんか乗っかっ、ちょうどよく乗っかってんなと思って。これはね、ここに火がね集中しますから。まあここはあの、またいつものように皆さん大切にこうオリーブオイルにニンニクと鷹の爪のうまみがじっくり入るように火を入れてください。これ強火に、まあ強火にやる人いないと思うけど、もうニンニク焦げ焦げになったら、もう全部アウトだから、焦げの香りが何も顔に行き当たっちゃうから、そこだけ気をつけてください。きた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 、うん、いい香り、やばいっすね、いい香り。もうこれで十分です。じゃあ火を止めます。シーフードミックス入れちゃいます。じゃん、ほら見て、これ立派でしょう。ねえ、これ本当にね、立派なシーフードミックスなんだよな。これ東急ストア。これ東急ストア。前回も言った、そう。
冷凍のままで OK です。冷凍のままシーフードミックスを入れて、でももうここら辺であの水を入れちゃいます。4人前 600cc、 まあ1人前かける割るよは今ね150、はい、500プラス100、まあ、なんで冷水、もちろんそのこのままは何、いわゆるシーフードペペロンチーノそばでも、ま、はい、あちょっとスープそばみたいになりますけど、はい、そのままでももちろん全然うまいです。ただなんかシーフードミックスのうまみとかが冷製の方がなんか発揮してんの、この人たち、はい、やっぱり水の中にいるから普段普段海の中で過酷なあの海の中にいるから、いや多分あると思うよ俺山毛、それすげえな、うん、独特な、うん、なるほど、うん、さあここに白だしじゃーん、にんべんさん、まあこれもどこにでもあります、白だし大さじ4、ねえ、なんかあの透明系の、はい、透明系っていうかまあ色がつかなくて味がつくっていうさ、あとリュウジさんのとこ行ってリュウジさんがもう結構白だしヘビーユーザーかなり、あそうなんだね、あそうか、リュウジさんレシピは白だしが白だしよく出てきます、うん、おかげで買いましただから池森も、まあまあ、人弁のあのオレンジのね、はい、バージョンとこの白だしバージョン、そしてマルトもやっぱりね、この昆布カツオがね、これがね、これも大さじ4っす、これはもう池森黄金比、これで冷製シーフードそばの、お次はもう完成でございます。シーフードたちに火が入ればもう OK です。ちょっと弱火でしっかり火を入れたいと思います、ということで火が通りましたんで、皆さんこれをちょっと割と厚めのこうシルバー系のあのプラスチックじゃないやつだよね。ああ、まあ大変ですけど、まあでも熱冷ましてから冷蔵庫入れないとあれですよ。うん、そうだね。割れたからここで火を止めてしばらくしてから、シルバーの耐熱系のボール、あボールに、入れて冷凍庫なり冷蔵庫に冷やしてください。さあ、お湯が沸いたんで乾麺入れていきたいと思います。ザクッ、ザクッ、はい、ザクッ。スタート。はい、来たー、ザン、これやったら、うん、少しだけ締めます。まあこのぐらい。ザン。盛り付けたいと思います。キンキンに冷やしたスープ、ここに、今一度しっかりと混ぜます。水をなじませての、でここにあえちゃいます。あえてからの、さあ盛り付けます。
まあ、シーフードの具材のね、あのバランスっていうかね、それは盛りつつよいスープを入れてから皆さんしっかり計算して入れると良きかな。でシーフード具合をうまくイカちゃん、アサリちゃん系を乗せます。かなりシーフードの具材の何量がこの多いですから、はい、思わない？めっちゃ多いでしょ。うん、大ぶりなんだよ。これはアサリはもうちょっと、はい。でここにじゃーん、トッピング、なんととびっこ。とびっこって言い方するよな、普通に。あ、する？はい、俺もとびっこ子供の時も好きすぎてさでもあんまり食べないでしょ。食べない。これね、食感食べた時に分かります。で最後にレモンを添えてのオリーブオイル、蕎麦屋なのによく出るオリーブオイル、これをかけます。うん、冷製シーフードそばの完成。ではいただきます。いやー、これもね、もう混ぜ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 しちゃってください。とびっこが口の中でえ、こんな食感になっちゃうんだっていうね。ビジュアルいいですね。ビジュアルいいね。またレモンが合うんだな。レモンもキュッと絞っちゃいます。うん、お、箸だ。ボンロボンロボンロ。うん、マシッソよ。いや、違いますね。いや、この前清水さんのマシッソあまりちょっと壺に入っちゃってさ。急に来ましたから、ね。急に来たわね。まあまあだから清水さん、まあまあかわいそうだった。あの数秒間の間にね、はい、自分のコメントを。はい、いや、これはね、まあ後で2人が食べて、あ、冷たい冷製になってる意味がね、よくわかりますから。めちゃくちゃうまいっす。うん、もうとびっこの食感と、もうつゆが完璧、もう缶の璧。うん、でエビもさ、これもあのペペロチーノで、あの、じゃじゃペスカ使った時も言ったけど、こう綿とかもさ、はい、こうちゃんと取れてるわけ。うん、日本人でさ、はい、丁寧っすよ。エビもだからもう、まあ国産ものではないと思うんだけど、はい、本当にプリプリっすよ。うん、アサリも、うん、いやこれちょっと多分ね、山県は3位か3 、うん、で負けずに浅田も2位食べて、はい、僕も3位行きたいですっていうタイプ、これ。そのぐらいの、うんうん、ということでちょっとまた後ほど。ごちそうさまでした。冷製シーフードそば、いや、はい、安田感想。はい、もうおっしゃる通り3は余裕でいけますね、これは。いけるだろ。いけます、いけます。まだまだ食べたいです。もう麺がなくなるのがもう寂しくなってます。これ冷たい意味も分かった？あ、分かりました。なんかもう旨味がなんかすごい凝縮されてます、ね。はあはあ、なんかもうシーフードの旨味とか、うん、あのオイル系の、うんうんうん、はい、旨味がなんか凝縮されて、なんかめっちゃ、まあ、悲しそうだったもんな、それね。最後汁なくなる時ね。見られてましたか。汁取っといて、後で自分で乾麺茹でちゃおうかどうしようか、でもちょっとこれだと足りないよな、みたいな。そういう計算だろ。いや、そうですね。でも次まで美味しいよな。いや、次まで美味しかったです。次飲めるよ、はい、かといってさ、すんげーしょっぱいわけでもないじゃん。いや、そうですね、はい、うん、なのにちゃんとこう、なんつうんだろう、麺が絡んでもさ、はい、なんつうかね、もうなんかまたいいのできちゃったね。なんか毎回なんか、す
すごいのがもう飛び越えてなんか、うん、来てる。もうはい、コメンテーターのグルメコメンテーターといえば、はい、カメラがブレちゃうんですよ。いや、あの、はい、カップヌードルのおシーフード、はいはい、日清、はい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 、あれ冷たくしたらこうなるのかなっていう、その倒産の味の感じ。おなるほど。もう大好きなんで、シーフードヌードルは、うん、だってあれだってさ、旨味すごいじゃん。すごいです、うんうん。で、あれが冷たい版かなって食べながら、こうその魚介の感じも出てるし、はい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 。で、これ、冷たくなってからトッピングされてたんですけど、酵素類も結構効いてきますよね、はい、うんうんうん、で、あのバジルとかも香ってくるし、で、なんつったってとびっこね、麺がスルッときて、噛むときにプチッって言いながら、うん、プチッ、プチッって言いながら、うん、ずっと、いるんで、いるよね、面白いですね、うん、基本的に柔らかいもの、まあ、うん、シーフードミックスにしても柔らかいものですけど、うんうん、最後そこにプチッっていうのがいって、うん、なんか違うって感じです。ずっと箸が止まらず、なるほど、どんどん入れていくのもあれだよね。そうですね、うん、うちの社長いっぱい入れてたわ。すげえ入れてた。最後すぐ汁飲む時に勢いよく飲んだら気管に入って咳を言わして、うんうん、でもあれさ、とびっこないあるのなんえらい違いじゃん。もうあるならもう出たった方がいいです。山上も悲しそうな顔してたもんね。スープ取っとこうかなって、どうしようかなって、もう茹でるか茹でないかって悩んだんですけど、うん、とりあえず次まで飲みました、うん、いや大成功だね、はい、またいいレシピできちゃいましたね、はい、これも革命ですよ。革命シリーズね。革命シリーズ。あれ構想は冷たくしてからあ、ごめんなさい、まあ、冷蔵庫入れる前に皆さん冷蔵庫、まあったかい時に入れてもいいんだけど、はい、そのまあまあほら温度が下がってきて冷蔵庫に入れる前に入れるといいと思います。酵素類、バジルと乾燥バジル、乾燥オレゴンだった。オレガノ、そしてパセリ。まあここら辺も全然売ってるもので構わないです。はい、なんだったらほらその生のね、はい、いや料理すごい好きな人ってさ、乾燥バジルとかパセリとかはさ冷凍させるわけよ。でパリンパリになってこうやって潰して冷凍しとくっていう、生のやつよね、うんうん、そういうのをやるとね、さらにもちろん奥深いいわゆるお店への味になるかと思います。でもまあ乾燥、あ、まあ、いわゆる何消化、いつもね赤坂で使ってるこういう、はいはい、もうこういったものでも全く問題ございません。これ SB さんね、はい、オレガノパセリで、オレガノ多分今まで使ったの初めてだと思うんだけど、はい、オレガノってまあ、一番多分パンチがあると思うな、うん、このこういう構想の中で、でまあ一番臭みを取ると言われてます、はい、いわゆるシーフードものにはもう、はい、マストっていうか、まあ、全然臭くないんだけどね、もちろん、はい、そんなんで皆さんも冷製シーフードそばぜひ作ってみてください。乾麺はね、さらしながおすすめです。信州戸隠池森そば赤坂店のグッドボタンと皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で閉店。